WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、鈴木未来ムエンドラです。4期生の鈴木よりほさべーらです。はい、今あの隣にこのユモザームの制服の衣装を着て2人で立ってるっていうのが自分たちも不思議で、あの公園の中も見ていただいたら分かるんですけど、本当に絡むとこが1個もなくて、なんかあのまあ見ていただいた方は兄弟なのかなっていうのは分かると思うんですけど、あのね、なかなか絡む機会なかったから今絡めてすごい嬉しいです。多分あのミアイとヨリホのジャンルが全然違うので、あの同じ楽曲には出れないっていう感じです、まあ、まずこう歌劇団でおるときはその妹っていう目線で見てなくて、メンバー一人としてあの見てて、あのやっぱり家とかで練習してるのを見ながらすごい注意をしたりとかしてて、その注意をしたのを踏まえてこう本番ステージでヨリホが踊ってるのを見てちょっと感動してました。あ、ちゃんとあの笑顔で頑張ってると思って、手とかもちゃんと意識してんねやなと思ってなんか感動してました。家では厳しいんですけど、あのミモザーヌではあの優しい感じの人みたいなになっててでも家で厳しい時もあるし、しっかり教えてくれることもあって優しいから大好きです。で、お互いは多分別々よね、うん、なんか私はあの今かっこいい楽曲やったりとかこうアンコールのジャズとかに出させていただいてるんですけど、なんかまあ欲を言うとあのすごい高音で美しいあの曲やったりとか、こうシーンとした中で一人で歌い出すみたいなものをやってみたくて、もうかっこいいのもできるし違うジャンルもできるんやこの子っていうのをもうちょっと見ていただきたいなと思ってます。そのために頑張ろうかなと思ってます。私は、まずまだ私を見てもらえるのは1曲しかないので、そういうのを見てもらえる場面を増やして、私が出たいのは綺麗系の歌に出たくて、でもかっこいい系のダンスもしたくて、例えば今宵リバーサイドのダンスとナポリタンの歌合わさるわけないんですけどみたいな感じのやつをどっちもねできるって、まあ欲張りだね、うん、まあお互い欲張りだということで、2人でねいつかミヤイが卒業するまでに一緒になんかデュエットで歌えたりとかする日が来たらな、いいななんて思ってます。うん。